スピンナー。このプログラムはイギリス英語の先生ハリー杉山とアメリカ育ちの生徒ジェニーが繰り広げるドタバタにぎやかなイングリッシュレッスン。世界中で起こっているさまざまなニュースやトピックスをピックアップ。イギリスとアメリカの英語や文化の違いを学びながら真のイングリッシュマスターを目指しましょう。それではレッツスタートザレッスン。スピナー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  UK vs US UK vs US Fancy English BattleUK versus US Fancy an English Battle Season 2. 목은화꽃이피었습니다これ分かった人はいます？どう？分かります分かります。ジェニーは分かった、まあ、うん、見てはいないけど広告だ。めっちゃ見てる。え、マジで？ジェニーは見てないの？見てない。え、ちょっと広告でめちゃくちゃ見る。ちょっと待って、何の話か教えてください。スクイッドゲーム、right? Yes, スクイッドゲーム、イカゲームですよね。ちょっと待って、俺てっきりジェニー全部もう大制覇してると思ってさ、見てないんだな。っていうのもね、インスタのストーリーズにジェニーが今のスクイッドゲームね、イカゲームの第1話で、うん、ある人形がグイーンって動きながらムグンホアコチピオスミだって言って、これ、うん、いわゆるだるまさんが転んだ、ね、だるまさんが転んだ、まあ韓国を直訳するとムクゲ花が咲きましたってでウィーンってなって頭回転して、まあ、予想通りの展開になってしまうんですけれども、それをちょっともじった遊んでるアプリみたいなゲームをジェニーがストーリーズに上げてたのね。インスタにね、フィルターであったんですよ。それはね、あれフィルターなんだね。そう、誰でもできるの。あ、そうなんだ。オフィシャルのやつなんだね。いや、誰かが作ったやつ。誰かが作ったね。いや、っていうのもアンミカさんも昨日の夜やってたし結構何人か知ってる人とかみんなやってんのよ、これがまた、うん、そうなんだ。いや、どうしてもね、イカゲームの話したかったんだけど、まさかジェニーが見てなかったっていうね。I'm so sorry about that. 大丈夫。個人的に今年のハロウィンはね、みんな、セットアップ来て、個人的にはオーイルナムって、おじいさんに化けようかなって私は思っておりますけども。おじいさん。おじいさん。いや、見てください。よく打たれそうになってる、なんか、いや、そこ行くかみたいな感じのさ、視点になって見るおじいさんですよね、きっと、広告でも。あ、そう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 。広告はね、全然走ってる。まあ、おじいさんね、それなりのね、濃いキャラでございまして、見てる人分かってると思いますけど、ちょっと待って、ちょっと待って。Bless you, bless you. 皆さんご安心ください。360度私、アクリルが360度嘘ついた。そんな囲まれてたん？すごくない？大丈夫。何も飛ばしておりません。ちゃんとね、顔を背けてくださいました、ね。ありがとうございます。Bless you って言ってくれました、ね。ありがとうございます。言わないとね、Bless you って、なんか、言ってくれなかったんだけど、あるよね、大丈夫ってなるから、くしゃみして何も言われないときちょっとなんか落ち込むよね。落ち込む。だから絶対言わないきゃダメだよ、みんな。ね、Bless you って、うん、神のご加護がみたいな直訳なんだけども、ね、なんか前に拾ったことあるよね。ねえ、やりますよね、やりますよね。ね、うん、そう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 。そうそうそう、なんか疫病とかね、流行った時代になんか、はいはいはい、みんなそういうふうに言うの。自分の体の中のウイルスがどっか行きました、おめでとうございますみたいな、そういうことで、ね、Bless you っていうことなんですけども、ジェニー。ちょっとイカゲームの話から話さなきゃいけないこといきましょうよ。はい、なんですか？でしか？でしか。でもその気持ちよくわかる。ずっと俺ね、口内炎の話したっけ？聞いてない。下の口内炎、You've had ulcers, yeah? Ulcers? Ulcer, 口内炎、U-L-C-E-R. You say it that way? 知らなかった私。なんていうの？I never said it before.なんだっけ、口内炎はできたことあるでしょ。あります、うん、あれうちなんて言ってたっけ。 What my mom said、ね、ミッキーさんなんて言う口内炎は。いや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 、僕でも口内炎ちょっと待って今この人でアウトですよ。 A in my mouth って言ってました。 I was like wait no way アウトちょっと違うかもみたいな。アウトちょっと入れましょう。はい、いやでも口内炎 and like I 言わなかったかもしれない。私も言わなかったかも。 U-L-C-E-R いやいや you say ulcer だ。 あれ I wonder what I said. My mom always said something. Canker sores。そうだ。 Sounds like a dinosaur. No. Kinkasaur. そうだ。 Canker sores って言ってた私。 Canker sore。 なんかよくわかんないけど、 sore は痛い。まあそうだね。 Canker は何なのかわかんないんだけど、 Canker。 うちはそういうふうに言われてたわ。 Canker。 Canker sore。 Sounds a bit kinky。キンキー。ごめんなさい、話が長くなってしまいました。Okay. 少なくとも単純に下の先の口内炎がそろそろ治ってきたの。 Can you see it? うわー
but still ほんと先っちょにある、先っちょにあるのよ、ほんとほんと。もうそろそろ治ってきたんで滑舌戻ってきましたけど、 anyway ハッシュタグスピナクスね、yes、そっちにいつも皆さんねツイートありがとうございます。今日ね、うん、僕から言っちゃっていいですか、どうぞ。皆さんミミアーツさんからこんなツイート来てます、うん、いつも楽しく聞いてます、うん、よくインター語言ってるかも。あいや言うよね、インター語ね、使わね、はい、ロンドンにいた期間は日本語全く書かなかな、ロンドンにいた期間は日本語全く書かなかったから今でも漢字が書けなくなります、うん、よくわかる、そのこっち。昨日も学校の授業で夫婦が書けず生徒も半笑いしてました。そんな時ありませんか、どうですか。ありますあります、うん、アメリカに過ぎると日本語書けなくなって、日本に過ぎると英語書けなくなって、もう普通にある、ね、何でも。でもジェニーは学校は、でも日本は日本の学校行ってたよね。そう、日本の学校です私は、うん、この間なんかさ、うん、全く日本語全然喋れなかったけど日本の学校に行った時の写真見せてくれたよね。ツイッターに載せてました ね、 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 ね、本当にね、もう言語も何も分からずに、うん、もうその世界に入ってるから。でもそっから漢字も書けるようになったの。そう、勉強して。で私3年生の時に来たんですよ日本に、うん、何歳や3年生だから9歳、9歳、うん、だから 1,2 年生の免許私スキップしていて、だから勉強をそこからしなきゃいけなくて、はいはい、Oh my god, you gotta catch up ね。いやもう本当に、うん、it was so difficult but I found this computer game、 なんか漢字を教えるゲームみたいな、はいはいはい、なんかコンピューターゲ、コンピューターゲームなんですけど、もうそれをやってなんとか、うん、もう覚えられたってね。へー、そうゲーマーだったんだよね子供の頃から。でもさ、それいいよね、いい影響だよね。すごくよかった、うん、やっぱゲーム好きならもう勉強ゲームと絡めた方が絶対についてくる、吸収がね早いしね。でもそれってさ、俺日本の学校行ってないんだよ実は。そうだよね。そうだからさ、単語テストみたいなのあんの、イギリスだったらそういうのボーカブテストっていうのがあって、だから例えばじゃあsad っていう形容詞がアジェクティブあるなら、それ以外の、うん、sad と違う形容詞を使って表現してみなさいみたいな、そんなテストがあったりしたんだけど、そういう漢字の書き方、漢字ドリルテストみたいなのあったりしたの。あ、全然漢字テスト普通にねみんなあってでやったし、あとアメリカにいた頃に一応日本の学校にちょっと通ってたんですよね、はいはい、週に1回。その時はなんか椅子の絵があって、これは何でしょうってこうマスがあって椅子って書かなきゃいけないんですけど、なるほどね、それはひらがなで、ひらがなで、それも本当にね毎回0点取るぐらいのバカだったんですけど、はい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 、本当に日本語もね多分みんなもそうなのかな、幼稚園とか。いやむずいでしょ、だって難しいよ、みんな何言ってんのって、みんな給食配膳してたんですよね、はいはいはい、その時に何この子たちなんかやったのかなと思って、あそ普通はねランチレディーっていうのがいるから、まあ、そうね、運んできてくれる方とかもしくは先生とかがね、そう、うん、自分たちやってるから日本人がなんか罰されるとかさ、ちょっとペナルティ食らってるのかと思っちゃったんだろうね、だと思った、うん、だからやばいクラスにしちゃったかもみたいな。よくそこからね。いやまあ結構きつかったですね、うん、ホームシックとかね。そんなジェニーは今でも漢字とかどう？漢字結構強くなりました。マジで？結構漢字は好き。へえ。読み書きはね絶対手で書くようにしてます、携帯とかね使うのに。じゃないとハンドライティングも英語もね、あるじゃん、英語のそのキーボードとかあるじゃん、うん、あれってこれ普通に維持する方法なんだけど、こうあれを使うと普通に変換されるんだよね、自分が書きたい言葉を勝手にこう多分この単語を言いたいのかなみたいなで、はいはいはい、それを使わずに普通の日本のキーボードで英語を出すんですよ。でそれでもう一個ずつ一文字ずつ打つんですよ。もうそのおかげで私スペリング結構強いです。へえ。それで維持してる。弟はあまりやってなくて、まあ、今はまあ学生なんで頑張ってるんですけど、やってなかった時代と比べるともう全然差がもう分かりやすくあって。 There you go go。 皆さんぜひやってみてください。日本語だったらもうなおさら頑張って手書きで頑張ってください、ね、だから難しいんだよね。だからそのバイリンガルの人でもなんかその日本語と英語が両方同じレベルの人って結構実は少なくて、どっちかの方が有利になってしまうじゃん、うん、特化してるんだね。そう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 、うん、自分の場合ぶっちゃけもずっと18歳まで英語の教育だったから、うん、だから自分の感情を表すにやっぱり英語の方がドミネントなんだけども、喋、うん、りは気づいたらもうこういう仕事をね日本にずっといるから日本語の方が意外と頭の回転の方が早かったりとか、まあ人それぞれだと思いますけれども ね、 そうですね。じゃあ気にしなくていいと思いますよ。 yeah, don't worry about it。 だけど夫婦はね書けた方がいいかもしれないけどまあでも結婚しなかったらいいんじゃない、うん、別に exactly。 さあ今回取り上げるニュースいっちゃいましょうかね、はい、ジェニー okay, Here we go then。 読ませていただきます。 A team of cold case investigators claim to have identified the serial killer also known as the Zodiac as Gary Francis Post who died in 2018. Wow。ということですけども、はい、とある未解決事件調査チームがゾディアックという異名を持つ連続殺人鬼を2018年に亡くなったゲイリー・フランシス・ポストであることが判明したと主張されています。
未解決事件調査チームが、皆さんあの有名なゾディアックのあいつの正体分かっちゃいましたよって、はいはいはい、ゲイリー・フランシス・ポストっていう人でしょってだしょって言ってるわけなんだけども、うんうんうん、いやこれさ、だからまずこの事件自体が僕全然知らなくて、ちょっとミッキーさんにいろいろ教えてもらったんですね。だからゾディアックってね、うん、言われている連続殺人鬼、1968年から1969年に5人の命を奪ったと言われているシリアルキラー、この英語皆さん覚えてください。シリアルキラーっていうのが連続殺人犯、うん、連続殺人鬼、うん、でゾディアックという名前で新聞社やテレビといったメディアにメディア宛てに、うん、お前ら報道しないと犠牲者が増えるぞといった手紙を送りつけていたことで有名、うん、手紙に暗号めいた文章も添付されていたっていうことなんですけれども、いや強気だなそれ。なんかよく映画であるじゃんこういうのって。だけど real life story、 本当にあったことっていうことを考えるとさ、ね、震え上がってしまうよね。 It's so creepy、 すごい怖いね。ね、very creepy、 very creepy、 C-R-E-E-P-Y、 creepy、 creepy、 yes。 あとなんか英語のところでみんな聞いてて分かんなかったかもしれないんだけど、うん、cold case、 cold case、 冷たいケースっていうのは、ケース自体が事件のことです。で、ね、cold っていうのが、まあ、冷たい、要するに未解決っていうことなんですよね。うんうんうん、そうだね。なんかよくシャーロック・ホームズで We have a new case, Watson って、うん、シャーロック、まあ、ベネディクト・カンバーバッチであろうとね、うん、どんな役者であろうとみんなよく言ってるようなフレーズだと思いますけども、はいはいはい、だから例えば捜査を始めるって言ったらジェニーなんて言う？ Open a case。 There we go、 Open a case、 Yeah、 始める、開くとかね。で、よく上司がこの、事件にはもう頭を突っ込むなっていう時にはケース closed って言うよね。言いますね。ね、ね、もう捜査もう終わってんだから、まあ、解決してんだからっていうね。まあ、あと中止になることもね。ケース closed、we're done。There we go、終わったよって。あとケース closed って言うと、そっか、コナンの英語タイトル。あ、そうなの？Damn, I never knew that one。それ知らなかった。名探偵コナンの。名探偵コナン、ケース closed なんてなかったよ。それ映画のタイトルやんと思っちゃう。ね、あれってことはそのコナンの。うん、名前がタイトルに全く入ってないってことなのね。そうです。わあ。やば。Jeez。 なんだ、びっくり。That's very surprising。 ちなみにシリアルキラーってあったじゃないですか、うん、シリアルじゃないですかね、じゃないですからね、本当にシリアル、これ結構ね間違えちゃう人がいるんですけど、シリアルキラーは S-E-R-I-A-L で killer K-I-L-L-E-R なんですけども、うん、シリアルの方は I hope I'm right 間違ってませんように C-E-R-E-A-L There we go, there we go。 やばい、口が回んない。そうそうそう、だからコーンフレーク的な方はね、そうだからね、シリアルを殺す人って最初はね間違えちゃう人がね いたりするんですよね。そう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 、だからもう発音もねもう結構同じなんだよね。 Serial killer、 Serials ね、全く同じ、ね、全く一緒なんだよね。これはね間違えないでください、うん、だから前と後ろ のコンテクスト、内容によって変わってくるからね。そうね。いや、ちょっと関係ないっていうか、まあ、関係ある話なんですけども、シリアルキラーでイギリス人って言ったらジャック・ザ・リッパーって聞いたことある？ああ聞いたことある。なんか子供なん11人以上殺した人だっけ。子供じゃなくて19世紀後半にJeff the Killer。 I had no idea who Jeff the Killer was。 あれ違うかな。 Jack and Ripper っていうものは、 Rip っていうものは要するにちぎるっていう、もうね、切り裂くっていうね、はいはいはい、で彼は19世紀後半にロンドンで、うん、下町で仕事していた娼婦たちを次から次へと殺人していくわけですよ。やだ。で、まあ、すごいなんかセンセーショナルじゃないけども、ものすごくなんていうのかな、忘れられないほどなんか残酷 なんかその殺し方っていうか、まあ、どういうふうに死んだかどうかわからないけれども、まあ、大体その切り裂いた後もう内臓を取り出したりとか、うんうん、でそれによって医者なんじゃないのかなって言われてたんですけども、あ、綺麗だったんだ、やり方がっていうか、もう知らないとそんなことできないから、大体切り方っていうものは。で、まあ、いろんな説あるんですよ。で、うん、何人かこの人だったんじゃないかって言われてるんだけど、そのうちの一人が実は俺の高校の先輩で、やばー、そう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 、You gotta be kidding me、 嘘でしょ、冗談でしょ、のうちの一人で、はい、モンテギュー・ジュエットっていう人がいたんですよ、uh-huh、この人結構上流階級 の社会の中で当時よく知られてた人だったんですけれども、uh-huh、 まあ、スポーツもすごい堪能で、はい、もうその後オックスフォードのニューコレッジっていうのも超エリートコースね、uh-huh、 そうだから、うちの親父の先輩でもあったりしたんですよ、うちの親父オックスフォードだったんで、uh-huh、 で一応彼だったのではないか、
ちょうど殺人が終わるタイミングで彼もあのテムズ川での死体が発見されてるのね。それを自殺って言われてるんだけども、でもまあもう結構ね 5,6 人がいるわけさ、ジャック・ザ・リパーの候補としては。はいはいはい、そう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 、まあ、だからどうか分かんないけど、まあうちの学校の、同級生たちはみんななんかさ、うちらの先輩やばそうだぜみたいなよく言うわけよ。たまったもんじゃねえわ、それ違った、うん、まあ、それ以外にもね、国の首相とかいろいろいっぱいいるんだけれども、まあでもそういったところが個人的につながりがあるというかね。あ、切り裂き坂こんな近いところにいたんだなと思って。いや本当皆さん気をつけなきゃいけないよ本当に、うん、人を信用しすぎずに、ね、うまいラインを引いて、そうです、ね、生きていきましょう皆様、ね、そうだごめん、あの肝心なことを言ってなかったんだけども、そもそもなんでゲーリー・フランシス・ポストさんだったのかっていう話ね。おう、やねえねえ、これね、コールドケース・ブレイカーズという元捜査官や、うん、いろんな諜報部員の団体がゲリーの家の暗室から証拠となるものが見つかったって主張してんのね。はいはいはい、これあの例 の, あの未解決事件軍団の人たちなんですけども、そうですね、で本人の写真って FBI が描いた似顔絵の額も似ていることが証拠だと主張しました。それだけ？と思いきや、サインゲリーのフルネームを使ったら暗号文を解読することができるらしいんですよ。できたらしいって。何なの？何なんだってのもあるし、うん、で実はですね、このゲリーさん の, この SNS アカウントが見つかったんですよ、うんうんうん、すごいね。で見つかったんだけれど投稿は特になし。なるほど。しかしゲリーの Facebook の友達がその彼の写真とともに、あの My last visit with the old man Gary Post、ZodiacGod dang, I miss you old man と投稿していると。それ友達が自分のアカウントで開けてるっていう、ね、そうそうそう、うん、そっか。 My last visit with the old man、 要するに長年のマブダチと最後に会った時だぜってね。そう、こいつがね、ゾディアックだって。マジかよ、なわけないじゃんって。君のことを、うん、あ、また会いたいなって。また会いたいな。こうまだね、その彼がゾディアックである、まあ、その可能性は低いとされているけれども、まあでも可能性はあったっていうね。 Well, no one's ever gonna know, huh? No one's ever gonna know、まあとりあえずそういう人にならないでください。なりたいときはゲームで収めてください。 Yeah. Leave it as is、それでほっといて。本当 cold cases ね、あんまね頭突っ込まないようにしてるのよ。 Yeah, me too, me too、It's too scary, it's too creepy. You don't wanna be a part of it. You don't wanna be、yeah. a part. Part はね、その一部って意味なんだけど、その一部になりたくない、巻き込まれたくないよねっていう。なんか読むだけでなんか急に俺結構落ちちゃうからね。わかるわかる。でもちょっとね、背中がまあ、わかるよね、わかるよね。だって実際起きたことなわけですからね。Yeah, everybody be careful. Okay, 今回の Fancy in English Battle Season 2、yes. Zodiac Killer の正体暴かれるということから、ケース事件とか、ね、Serial Killer ね、シリアル食べる方ではないですよ皆さん。 Serial、yes. S-E-R-I-A-L、mm. 連続殺人犯について話し合いました、はい、Jenny, how is it? 怖い怖いよね本当にその一言ね。 It's creepy、Definitely、Take care, everyone,、and I shall see all of you next time round.、and also, 皆さん、ね、うちらもこれあんまりそこまでね、それぞれの SNS であんま話まだ話してないんだけども、Amazon Audible で毎週金曜日にアフタースクールが配信されてるんですよ。らしいです。金曜日にちゃんとなったらしいね。そう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 、固定されてるんですよねこれが。うん、で、これはもう僕とジェニーとミッキーさんがね、ノーリミットでね、結構やばい話してます。いろいろ楽しくワッションしてますのでね。まあ、英語もね絡めながら、はい、結構ね英語の、ね、度合いをこっちの番組よりも増やしてるのかな。そうですね。やりながらやってるんですけど、うん、せっかくの金曜日お酒とかね、はい、飲みに行く前に一回聞いて、はい、その話題として持っていくのいいのではないでしょうか。ですね。そちらの方ハッシュタグUKUSAF After School、ということでそちらの方でつぶやいてください、はい、Alright, see you next time round. Thank Take you guys. care. Stay safe. Bye. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, everyone. スピナーから配信中 UK vs. US Fancy and English Battle Season 2. いかがでしたか? Hope you had fun. 感想聞かせてください、書いてください。ぜひツイッターのハッシュタグ SPINUKUS ね、ハッシュタグ SPINUKUS SPINUKUS っていうね書いていただいて、そしてあなたが思うこと全部書いてくれたら嬉しいです。つぶやいてください。 Yes please. See you soon. Thank you.